するしない？どうも、日向彩子です。今回のゲストは小林剛プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、魔女の匠、ルールはこのようになっています。何2曲開始です。手早く開けてください。ゴーさん、親がやってきました。ドラ3ワン現状ラス目、ラス目ですね。遠くなりましたね、皆さんがね。ちょっとずつちょっと遠いですね。よくこう親で連チャンしたいですねっていう意見にちょっと物申したいっていうの聞いたんですけど。そうですね、よくこの点差、連チャンしたいですねって言われるんですけど、別に僕連チャンはいらないんで、点数が欲しいですね。シンプル、わかりやすい。こんなこの手1500上がってもしょうがないんですよ、この点数状況。だからよく言われてる連チャンしたいですねじゃなくて、点数欲しいですねが正しくて、で、できれば連チャン目標よりも普段よりも大振りでいかなきゃいけないんですね。もう逆にこの点数状況だと連チャンしなきゃいけないから普段より安く早くっていう人がいるんですが、それは大きな間違いで、安く早く行くのはトップ目、展望を持ってる人が曲を流す時の言葉で、点数が必要な親の時は連チャンをするんじゃなくて高い手を逃さないことですね。で、もうダメだと思ったら仕方なく転廃連チャンや、1500での自曲期待もありますが、基本的にはこの曲で最大限の、最大の上がりを取るのが目標になりますね。こう始まりましたってこう迎えた時に、連チャン目標じゃなくて大きく育って加点することをまず目標に持ってくださいってことですよね。そういうことです、はい、皆さんこのようにおっしゃっております。はい、はい、分かりやすい説明ありがとうございました。では親いきましょう。はい、はい、この手こリーチは、まあ、これ大体リーチになりますね。はい、これを見て食いたんと思わない方がいいですね。はい、ゴーさんの目には食いたんにも映ってるわけですね。点数が必要な親番じゃなければ食いたんにも見えますね。さあどうなるか行ってみましょう。うわー、食いたんっぽいなウーピンが来た時点でもう一度食いたんっていうのを、リャンピンポンカンチーピンチーとかしたらすぐ上がれそうですが、はい、それは点数が必要な時の打ち方とは、ではないですね。なので今回は連チャンではなく高い上がりを目指した打ち方ですね。つまり出てもリャンピンあたり出ても泣きません、泣かないと、はいはい、ということですね。連チャンは高い手ができなかった時の仕方なくやり込むのなんで、リーチって言われて、リャンピンギリリーチって言われたらしぶしぶ泣くかもしれません。相手がリーチという宣言だったらですね。あ、これはチーピンをチーしての3アンコウとか見えてきましたね。じゃあ泣きもありですか？つもり3アンコウになるなら泣くかもしれないですね。なるほど。まあただまだ泣かないとは思いますが、2つあんこになりました。形が半ヤオのチーしてつもり3あんこ結構やるんですけど、26オールって言っても誰も払ってくれないんですよね。500オールだろみたいな目で見られるんですけどそこまでのビジョンがあってのね、なかなかこうすぐに受け止められないですもんね、開けられた時に、あ、それ3あんこの仕掛けでそこから泣いたんだみたいなことですもんね。ピンきましたけど、さてこれがいつを見るかドラを見るか、3ワンドラ、まあ、3ワン引いても使えるんでいいわけですよね。5が言ってくれますもんね。はい、さあ親番中です。何2曲、RTD でこうリーグ戦じゃないですか、ハンちゃんも打つ、そういう時にはこう無理強いというかよりも自然にこう一つでも着を上げることを意識がけてるんですか？そうですね、この点差、まあ、このままいくと結構ラスでしょうけど、まあ、5000点1万点ぐらい増やせば誰かが落ちてくるケースはいくらでもあるので、3着だったりはね、3着か2着は拾えると思います。3ピンを引いた。来
ってますよ。伸びてますよ。これは、まあ、一通のイーシャンテンなんで、パーピンは切らないとして、他にあるかな。チーソーですか？チーソーか。まあ、一見チーソーがいらないように見えますが、じゃあこの両ピンをどうやって使うんだろうって考えると、どうだろう、使えるかな。まあ、くっつきですね、次がね。まあ、くっつきのイーシャンテンなんで、基本的にはまあ、これができていて、うん、ウーピンが頭で、パーピンとはチーソーのくっつきなんですね。うんまあ、一応後継にもなりやすいですもんね、7もね。じゃあ、両ピンがいいか。多分これね、両ピンがいらないと思います。はい。こうね、くっついた状態で見ると、なんかこれが一人ぼっちでいらないんじゃないかって思いがちなんですけど、うん、まあ多分これは、くっつきのイーシャンテンっていう認識があれば、両ピン切りでいいと思います。麻雀勉強中の方にもね、こういう形は、すごいためになりますね。3面ツ1ジャン等ができていて、このパーピンかチーソーにくっつけば転敗するっていう形ですね、うん、さあ、ローソーが出てきた。これ高め1つの4面ちゃんリーチとかになったら見逃しもありかもしれないですね。4面ちゃん、5面ちゃんか。チーピン引いて、はい、チーピン引いてリーチすると、うん、イースピン、サブロー、9ピン待ちになるんですね。9以外、9以外は一通ならないんですけど、はい、リーのみ上がってもリーズも上がっても、あの、まあ、リーズもならいいし、リーチのみなら一人転敗の流局でもいいかなと思うんで、チーピン引いてのリーチだったら結構見逃しはありえますね。それも踏まえて今決めておくわけですか。そうですね。チーピン引いたらどこまで上がるかなを考えながらやってますね。え、じゃあちょっと違う未来で運送とか持ってきたりしたら。そうですね、考えとくな。運送とか運送とか急送とかをどうしようかな。もうお安くなっていろいろ考えながらやってますね、はい、取らないパターンもあります、先輩。でここで考えるのは連チャンじゃなくて今必要なのは、もうちょっと先手取られちゃいましたね。リャンピン切りリーチ、いやーよ、わからないですね、なんかね、リャンソー、パーピン、リャンピン。まあ、リーチがかかったらもうスピードを合わせに行きますが、はい、もしリーチがかかってなくて、つもウーソーとかキューソーだと、おそらくテンパイ外しますね。散々言ってる通り、必要なのは連チャンじゃなく、連チャンして、ね、うん、次の曲に親マン上がるより、うん、これ親マン、リーズも1通の4000オールのイーシャンテンじゃないですか。自分のね、うん、現状が。だからおそらく次局のハイパーよりこの局を4000オールで上がる方がいいと思うので、基本的には愚形のリーチのみは取らないつもりです。ただリーチと言われたので仕方なく間に合わせます。そうですね、相手はもうあと1手で上がりまで あるわけですからね。さあ、そんな中でこれどうですか。これ難しいな。これまあ、イーピン切ると単ヤオの、イーピン切ると単ヤオのカンチーピン、まあ、手代わりもある。そして数ピン切ってリーチって言って即決に行くってもないこともない。あと一応まあパーピン切っても先輩はなるですね。ウーピンとシャンポン待ちですね、はい、のシャン。どうですか、追いつきましたけど。リーチって間に合わせなきゃいけないので、やっぱり先輩は取るんですよね、うんうん、でイーピン切り玉か数ピン切りリーチか、うんうん、リーチならすぐ、まあ、イーピン切りリーチもありですね。あ、イーピン切りもあり、体感悪くもないですか。イーピン切りリーチも悪くないな。待ちは、まあ、パーピンが2枚出てて1枚使ってて3枚出てる、3枚見えてるんで、チーピン固めて使ってる人がなかったら結構たくさんいそうな感じですね。そうやってあんこで持たれてない限りはまだ山じゃないかということですね。さあ、小林豪の判断はいかに。難しい、どっちだろう。決め手となった理由も込みで、ぜひ教えてください。まあ、理由は、まあ、やっぱ点数を見てイーピン切りリーチをしそうな気がしますね。ただ上がるだけだったらスーピン切りリーチかイーピン切り玉かどっちかだと思うんですが、高い手は上がらなきゃいけない状況なので、うん、イーピン切りリーチに行きます。はい、ここで追いかけました。
ケンリーチ2番手のリーチとなりました。現物が出てくる。果たして地域はどこにいるのか。ちなみにリーチ後に私は結構いろいろリーパイするんですが、今ね、あれ、はい、今ちょっと一周の間になって並びが変わりましたよ、はい。これはどういった意味があるんですか。基本関西は端に寄せるんですよね。あ、なるほど。あの手の近い方に。そうですね。例えばこの辺から関とかやってここの2枚なんだろうっていうのがあるんで。おかしいですもんね。関西は端に寄せます。はい。そのための今並び替えでした。はい、さあ一発目。あとはい、両層の上下とかも直してたりします。あ、向き？向きですか？両層とかロウ層とかの層図の小さな上下をきれいに直してたりします。正直言っていいですか、ええ、私やるタイプです。あ、よかった。そうなんです。私ね、ソーズとかピンズ、ワンズ全部上下揃えたいタイプで、気が合いますね、そこは、うん、珍しく。ありがとうございます。では気合い入れて。あ、気合いとかないですもんね。今通りましたね。まだまだ通ってない範囲の方が多いですからね、お互い様ですけど、ええ。さあ、綺麗に並べ終わってすごく優しく扱いますね、灰を、ねえ、ソフティーなタッチで。キューピン、よし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 、そういうことですね。スピン通った。心の声を出してくれたんですね、うん、はい、なるほど。で、まあ、放送体験だと僕特にリーパイは綺麗にしていて、うん、あ、意識されてる、うん。だからまあ入ったところがバレないようにリーチ後にガチャガチャするのはまああんまり普段の作法としては良くないんですが、うん、やっぱリーチの手配パッと映って待ちまで完璧に分かった方がいいので、うん、上下まで含めて綺麗にしてますね。はい、それとも好きです。はい、数はも通った。でまあ両層の上下とか気にしてる分、うん、あそこひっくり返したからマンズだとか読む人は勝手に読み違えてくれる。あ、そういうこと、はい。あ、まあ、防衛のためにもなるし、面白い考え方ですね。そっか、一番わかりやすいのマンズですもんね。あ、さあ、GP も積もりました。2600オール、はい、リーチ、タンギャを積も。この時に裏ドラのラインみたいな感じはあるんですか。あんまないっすね。失礼しました。さあ、今回カンチーピン勝利しましたね。そうですね。しかも簡単やおでテンパネして26オールって結構大きかったですね。うん、しかも今回この曲初めてゴーさんのリーチが聴けた曲となりましたね。そうですね。リーチって言うべきだ。いや、大丈夫です。リーチでいいですか。大丈夫です。はい、はい、さあ、ゴーさんの上がりが決まって連チャンとなりました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次の郷さんの親もぜひ見てください。